はい、じゃあこのお花のカップケーキの、チョコレートの部分のやり方を説明します。まず使うのがこれ、日本だとチョコペンという名前のものがあるらしいんだけれども、アメリカでは手に入らないのでこれ。そしてこんな風なので、これをまずチンします。うん、ちょっと後で編集する。何秒チンするの？今30秒で。じゃあ今これ、1分30秒ぐらいチンしました。こうやってトロトロになるでしょ。そうしたらこのトロトロのをこんなヘラで割と大きい花びら、で小さいのも必要なので、ちっちゃいのも、あ、下手、ちょっと違うな。大中小いろんなサイズがあった方がいいので、あら、これ下手ね。うん、あら、ダメね、これ、よいしょよいしょ、な、ダメだね、これ。ちょっと次行こう。こうやってシューッと、こういう感じが割といいね。
カチャ作ってんの、撮んの。じゃあどうしよう、ちょっと待って、いくつかいるからさ、その最後に刺すところ、じゃあこのくらいでいいか、うん、これ固まるとどうなるの。すぐ固まるの。うん、じゃあこれを一旦冷蔵庫に入れます。冷凍の方が早いかな。あとで一つのファイルをカットするのは簡単だけど、いろんなカットをつなぎ合わせるのはめんどくさい。だから、そうしたら、これが今冷蔵庫から出しました。それで、これがダイソーで買ったんだけど、日本ので、シリコンカップの5号っていうサイズ、こんなちっちゃいの。これで、本来は、カップケーキを焼くんだけども、今ちょうど手元にカップケーキがないんで、余りで作ったクッキーでちょっとやってみます。でこんなのに入れて、そして生クリームを結構たっぷり絞り出し、そこにこの花びら、こういうふうにするとピッと剥がれてくるので、これを真ん中の方からランダムに刺していくだけ。真ん中が、小さめの花びらで、だんだん外に向かうに従って少し大きな花びらにして、ちょっと重なるような感じでこうやってどん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 いくと、おりゃ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 、ね、寝ちゃったね。こんな大きなのはちょっと外の方がこういったり、あまり美しくできてないね、これ。暴れたし、アウトですが、まあ約こんな感じというわけです。頑張ってください。